ハワイ直し10月4日帯は、日本の指揮者。松山バレエ団指揮者、国際親善協会ジャパンウィーク、合唱フェスティバル音楽監督。直美学園大学名誉教授。特にバレエ界において、日本屈指のバレエ指揮者として、絶大な信頼を得ている。静岡県浜松市生まれ。静岡県立浜松北高等学校を経て、東京芸術大学を卒業。ピアノ。 有賀がきみこ、おおたみちこ、だを、有賀誠まこともん、高橋美智子、家政法、みち法、かせ楽法を、細そや四季を、遠藤正久、村方、和幸、山田和夫の各紙に指示。藤原歌劇団、劇団だ東京こんせい団、仙台フィルハーモニーかん楽団、オーケストラアンサンブル金沢、千葉ちば楽団。 東京フィルハーモニー交響楽団、東京シティフィルハーモニック管弦楽団、東京ニューシティ管弦楽団、東京ニューフィルハーモニック管弦楽団、フィルハーモニア東京、神奈川フィルハーモニー管弦楽団、テアトロジーリオ昭和オーケストラ、名古屋フィルハーモニー交響楽団、セントラル、愛知交響楽団、日本センチュリー交響楽団、大阪交響楽団、広島交響楽団、 九州公共楽団、中国広範連営楽団、中国 EOS 公共文献楽団、上海放送公共楽団、東京吹奏楽団、シンビバルディ合奏団、日本音楽集団、日本バレエ協会、松山バレエ団、谷桃子バレエ団、テアトルドバレエカンパニーその他、各種音楽コンクールの審査員、数多くのアマチュアオーケストラ、吹奏楽団にて指導、客演を務める。 ありがとうございます。